続いては男子 200m 決勝です。注目は富士通の佐藤健太郎です。予選では20秒78と自己ベスト更新もしましたね。そうですね、まあ、ただ海外の選手に比べるとちょっと心もとないタイムなんですが、ここでのタイムを更新をすることで、実際の 400m の 200m での入りに余裕を持たせることができるので、その一環として取り組んでいる 200m だと思います。はい、今年のブダペストで行われた世界陸上男子 400m 予選では44秒77と日本新記録を出しました。信じられないタイムでしたね。はい、これ32年ぶりの更新です。はい、ここから素晴らしいスパートを見せるんですね。はい、後半が持ち味なので、より前半楽にいいタイムで走ることが今後のタイム更新につながってくると思います。44秒77という数字がこの掲示板に表示された時、会場がわっと沸きました。32年ぶりの更新、佐藤健太郎がブダペストの地で歴史を変えました。そして予選では自己ベスト更新。7人の選手によって争われます男子 200m 決勝。出場選手を紹介いたします。まずは9レーンです。エースジャパンの上本直樹、自己ベストは20秒48。8レーンは山下潤です。東京オリンピックの経験もあります。そして7レーンは佐藤健太郎、世界陸上ブダペストで 400m 日本新記録を樹立しました。6レーンは住友電工の安田圭吾です。4レーンは高木浩、自己ベストは20秒77。3レーンは東京ガスエコモの伊藤幸太郎です。今年の日本選手権では4位でした。そして2レーンは成功のデーデーブルーノ、自己ベストは20秒63。佐藤健太郎よりも自己ベストは上回ってるんですね。そうですね、実力者が揃っているこのレースです。佐藤健太郎は7レーン。白と赤のユニフォーム、富士通の佐藤健太郎です。男子 200m 決勝、佐藤健太郎が低いスタート、鋭いスタートを見せました。はい、積極的にレースを展開していってます。そして6レーン青いユニフォーム安田圭吾も佐藤健太郎に並んでいます。さあ最後の直線、ここから佐藤健太郎が出てくるかどうか。ここから持ち味をしっかり発揮してほしい。わずかに安田圭吾、そこから佐藤健太郎、佐藤健太郎第1着フィニッシュ。速攻タイムは20秒73。最後追い上げを見せました佐藤健太郎です。優勝は佐藤健太郎、20秒70。自己ベスト更新ですね。はい、素晴らしいと思います。100分の8秒予選から自己ベストを更新してきました。そして安田圭吾も佐藤健太郎に食らいついてきました。そうですね、ただ佐藤選手の後半 400m の持ち味を 200m でもしっかりと発揮して素晴らしいレースをしました。スタートから低く鋭い飛び出しで、さあここから佐藤健太郎が上がってきた。ギアを変えて一歩一歩の推進力がすごいです。力強く一歩一歩踏み込むようにしてフィニッシュしていきました。タイムは20秒70、自己ベスト更新です。男子 200m 決勝、優勝は佐藤健太郎です。圧倒的な強さを見せました。まあ、しっかりパーソナルベストを狙って、まあ、その中でうまく 200m を走れたらと思っていたんですけど、まあ、どうしても、まあ、もう少し先を求めてしまうというか、まだまだ納得できるタイムではないので、まあ、まだまだやることが多いなと思っています。 200m の方も、まあ、世界のトップランナーは、まあ、19秒台とかで 200m を走るので、まあ、そう私もその域までは目指したいなと思っています。男子 200m 決勝の結果です。佐藤健太郎が20秒70、自己ベストを更新しました。
そして2位は住友電工の安田圭吾、20秒86、圧倒的な強さで佐藤が優勝です。